第19回目、あ、出てきたと思います。今日はですね、 ASA のコミュニティが崩壊していっているっていうところをですね、みんなと共有していきたいと思います。結構ですね、今までなかったような動きが、まあ、やっぱ海外が一番ねユーザー数多いんだけど、そこのコミュニティですごいね動きが活発になってきていて、その活発の方向が残念ながら、まあ、ネガティブっていうような状況なので、そこら辺含め結構マジで非常に悲しいんですけど、アークコミュニティの本丸である英語圏のコミュニティがだいぶ崩壊してきているなというのが見て取れたので、そこら辺をみんなでね共有していきたいなというふうに思います。という感じで、本日の目的はこちら。1つ目、アーク界隈の今、2つ目崩壊が始まる、で最後にそれを踏まえてまとめという形をやっていきましょう。でまず1つ目に、今日はねアーク界隈の今という形で、まあ、一番ね、まあ、アーク界隈の中でも日本もねアークのユーザー多いと思うんだけど、それでもやっぱり英語圏、ヨーロッパ北米の、まあ、ここら辺のですねコミュニティの人たちって一番ね人数が多くて熱狂的なんですよ。熱狂的で、まあ、やっぱアメリカのゲームだから、アメリカの人とか特にめっちゃ熱狂的だし、同じ英語を話すイギリス系の人とかもすごい熱狂的っていう感じで、でスペイン語圏も結構熱狂的な、スペイン語圏のなんていうんですかね、生放送のグループがあったりする、ストサバみたいなやつが、まあ、ストサバが始まる何年か前から、まあ、そういったのがあったりするんですよっていう感じで、やっぱ海外って数千万本ね売れている規模のゲームなので、すごい熱狂的な熱心なファンがいて、でそこがコミュニティを形成しているっていうので、それを後押しとして、もともとアークってスクエニとかソニーとかそういうでっかい企業じゃないから、ベンチャーがここまで大きくなったのはそこのコミュニティの押し上げがあったからっていうところの前提の話なんだけど、そこのベースのアーク界隈の一番本丸の英語圏が結構今やばくなってて、実際どう具体的にやばいのかっていうと、みんながみんな X でいろんな意見を表明してる、ポストをし始めてるんだけど、その内容がどれもこれも結構ねひりつくというか、まあ、普通に否定的な意見、 ASA に対しての文句とか憤りとか、そういったのを意見を表明してるっていうのが結構グワーって見受けられたり、であとはあんまりねネガティブなことを言わないで、穏健派で有名なフィオルノの制作者さんももうさすがに結構最近はいろんなことを言い始めているという形で、いろんなところで不満が噴出してきているのねっていうところなんで、実際にその不満が噴出しているね内容とかも見ていきつつ、実際の崩壊していっているアークコミュニティの今っていうのを見ていきたいと思います。やっぱりねコミュニティに支えられたゲームだからこそ、人がいなくなるっていうのは、まあ、もちろんね遊ぶ人がいなくなったらどのゲームも終わるんだけど、まあ、結構ですねそのコミュニティの絆として強い上で成り立ってるゲームなので、そこら辺が今俺的にはうわやばーみたいな感じで思ってるっていうような感じかな。ということで早速崩壊が始まっているという次の項目ね見ていきたいと思うんだけど、まあ、まずは、まあ、結構有名な人ではあるんだけど、まあ、このツイートというか X のポストを紹介するんだけど、まあ、この人はねフィヨルドとかバルゲラとかスバルタフェイムを作った人なんだけど、翻訳を Google 翻訳でそのまましてあるんだけど、ディスコードでの会話の9割がモッドのインストールに失敗しましたらどうすればいいですかっていう、コンシューマーのプレステ XBOX の人からの質問がほとんどと。でここに関してアークの公式ツイッターをメンションして、コンソールでのモッドのインストールを改善してください、現在のシステムはひどいものですとお願いしますというふうな形で言ってるんだよね。なのでかなり現状としては、まあ、彼のディスコードの中で、まあ、彼はね今スバルタフェイムっていうですねマップを、新マップを出してるんだけど、モッドマップを、モッドでね、でそこに関してダウンロードがうまくいきません、どうしたらいいですかみたいな感じになってて、でそういう質問が殺到していて負担になってると。で結局これって彼がどうこうできる問題じゃないんだよね。アークとモッドを配信している企業とこのタッグを組んだ2チームというか、この2つの企業が成り立って、ベースとして成り立ってて、そこでモッドがゲーム内でダウンロードできたりっていうのができる構造になってるんだよね。でこの配信のモッドの会社と、であとアーク本体っていう、ここがうまい感じでシステム構築してないがゆえに、結局うまくダウンロードできなくて、で特に彼は有料でスバルタフェイムを売ってます、有料マップです。なので有料という枷を背負って、まあPC 版限定だから、コンシューマー版は
あのテスト版しか出てないんだけど、有料という枷を背負っていろいろ対応に迫られて負荷がかかっていて、しかもそこがその自分が作ったものの不手際だったらまだしも、そのなんていうの、自分があの触れないゲーム本体とかゲーム本体につながるモッドのダウンロード部分についての問題で、結構ねコンシューマー版の人はいろいろ言われていて、ってコンシューマー版の人からいろいろ言われていると。でコンシューマー版はね、まあ、有料のねあのスバルタフィルムまだ出てないから、まだそのお金的な責任は発生してないからいいものの、これ結局モッド制作者さんが追い詰められてないっていうか、結構責められてないっていうか、まあストレートにね、そのディスコードでお前のせいでできねえじゃねえかみたいな話をたくさん聞くよっていう話ではないんだけど、もちろん普通にこれどういう風にしたらいいですかっていう話で来ると思うんだけど、結局これ負担になってるよねみたいな。結局アークがコンテンツを自分自身で出せないとか、モッドに頼りきるとかの割にはモッドの配信のあの仕組みとか、モッドのあのアーク本体、衛星本体との適合性というか、そのなんていうの、ちゃんと動くかどうかっていう部分が全然うまくいってないから、そのせいでだいぶ割り食ってるんじゃない、ユーザーがっていう話なんだよね。なのでそこをねわざわざメンションしてどうにかしてくれというふうに話をしています。であとは彼は他にもですね、いろんな ASA のモッドユーザーたち、モッド制作者さんたちがうんざりしていると。まあ非協力的であったり、まああんまりですね、なんていうの、このアークの ASA のモッドの、システムっていうのがモッド制作者から見ると結構微妙だったりするっていうので、すごいね、まあいろんなところで不満を言っているっていう形になるんだよね。で ASE の頃はまあ穏健派で全然ね、なんていうんだろう、いろんな賛否両論ある議論にはあんまり積極的にいろんなね、なんかそういったものには参加しないような人だったので、だいぶねいろんなことを言う形で、やっぱり衛星自体にストレスがやっぱ溜まってるのかなというふうに感じたりもどうしてもねしちゃうよねっていう形ですね。なのでここら辺からも結構ね、多分トップの方のかなり有名な方の上から数えた方が早いぐらいの、まあ、モッド制作者さんもこういうことを言ってるというふうな形で、自分でもうX で発信しちゃって、でさらに攻略 のホームページっていうか、なんていうかな、個人の攻略ウィキみたいな攻略サイトを運営している人とかに関しては、まあコミュニティクランチの話をね持ち出してきているっていうか、そういうのをまとめて言ってるんだけど、毎週毎週モッドの特集を見るのにはもううんざりしてると。でチート対策とか、あとはパフォーマンスの対策、まあ、クラッシュしたり落ちたりとか、であとはバグとかで、公式コンテンツの少なさ、まあ、アイランドとギガラップ以外に何も出てないっていう現状っていうのを解決するための改善っていうのを情報発信とかやる予定とか言ったらどうですかっていう話をしてて、結局ねもう新しいモッドの話はとりあえず減らして、まあやんなとは言わないから減らして、でユーザーのプレイの向上っていうの、質の向上っていうのを、まあリアクションとしてはいろいろ入れた方がね、みんなに向けてのリアクションを入れた方がいいんじゃないんですかっていう、そういう話をね提言をしてるっていうような感じですね。なので結構ですね、まあ直近のコミュニティクランチもマジで中身がなくて、モッドを進めるだけみたいなところで、まあ、誰が別にそういうの見んのよみたいな。でそもそもそんなモッドをご利用してるけど、モッドって基本的に自己責任でやんないといけないし、その付加価値の一部だからゲームのね、なので本体の価値ではないというそういうところに位置しているから結構違うよねっていう話をしていると。であとは結構ね、俺もこれは知りたいんだけど、なんとニトラドを介さずに独自の衛星サーバーをレンタルできる方法を見つけましたというふうな形で、新しいルートのサーバーっていうのも考えられてるみたいなので、そこら辺とかも正直俺はすげえ気になるかなっていうふうに思っちゃうので、まあそういったところを考えると、まあだいぶですね、新しい選択肢もまあ出てきてるんじゃないかなというふうに思いますね。でここのニトラド経由しないでなんか非公式サーバーを借りれるみたいな話に関してはちょっと俺もね分かんないので、具体的にはね、まあそのうちね共有してくれるっぽいので、その情報が出たらまたみんなとねいろいろ話をあだこうだしてみたいなというふうには思いますね。なのでそんな感じで、まあこの人はね結構十何万人 YouTube がいる、まあインフルエンサーの人なんだけど、かなりニトラドとかのことは嫌いで、なんなら最初ニトラドのなんていうかな、
な、自サバを作るための仕組みがなくてニトラドを訴えようとしてたからね、ニトラドが独占しているみたいな、あの独占禁止法だみたいな、そんな感じでっていうところもあるので、まあ、そういった中で結構ですね、まあみんなにいろいろね、文句ばっかり言われているニトラドなんですけど、ついにニトラドを脱獄する人まで出てきたとなんか iPhone 脱獄みたいな感じの似てるんだけど、そういう人も出てきたっていう感じで、しかもそれが影響力のある、まあ、20万人いかなければ10何万人の、YouTuber の人が言い始めたというふうな形になってるので、結構ですね運営が意図するような内容っていうのを乖離してすごく離れたところでいろんな話が進んでいたり、もう結構ねそういったものにユーザーが運営に対してうんざりしてるっていうのが結構見受けられるよねっていうところですね。あとはこの人もインフルエンサーの人ではあるんですが、まあ、中身を見てみると、この時点でゲームの状態が心配ですと、まあ、コミュニティクランチで何の情報もなかったという時点でかなり心配ですっていうような意味合いですね。でスコーチドアース の到来とか繰り返しの情報っていうのはないですというところで、現時点ではモッドだけしか何も出てませんと、そんな感じでですね、まあ、みんなから の声というか意見がめちゃくちゃネガティブになってて、辛辣になってて、非常にですね良くない状況になってるかなというふうに思ってますので、まあ、これがね結構ね崩壊の始まりなのかなって思ったりも正直しちゃったりもする。もう崩壊してるかもしれないけどね。っていうのも長年何年間もアークをやり続けていた、まあ、インフルエンサーの人、 YouTuber の人とかも、まあ、何回か言ったけど、パルワールドとか霧の王国とかヘルダイバー2とか、まあ、いろんなものに行ってると。でさらに言うと、まあ、こういうふうにもうめちゃくちゃ不満が広がっていて、もう実際に意見をバンってこう X 上で物申すというかいう状況まで来ていると。でそれが1人や2人ではないという形で、まあ、公式 のツイッターのね、ツイッター X かのアカウントでコミュニティクランチのお知らせをした時のリプランとかも結構地獄だったしなのでそういう感じで今かなりねコミュニティ全体が崩壊しそうな感じ、崩壊に向かっているというのがどうしてもね感じうる内容なので、結構ね悲しいなというふうには思いますね。やっぱね俺も俺で好きなゲームなのでね、このゲームが生きていけるかどうかはやっぱりねアーク運営次第なので、ちょっとねここでポシャっちゃうのは嫌かなというふうに思いますね。かなりね今回に関してはなんていうかな、擁護してるというか応援してる人は少なくて、もうほとんどね正論パンチという形で、これはどうなってるんですかって聞いたり、あとはこれは良くないと思いますみたいな感じで言ってみたり、情報がなかったり情報を出さなかったり、信頼関係の部分に関しても言ってる人もいるし、非常にですね荒波が今立ってますね。非常にもうそのコミュニティが押し上げたゲームの根幹となっているコミュニティ全体がすごく不安定になってて、本当にねマジで危険な今の、まあ、アークの現状というふうに言っても過言ではないのじゃないかなというふうに思いますね。ということでね、とりあえずねやっぱコミュニティクラッチ、前回の動画もねやばかったし、まあ、前回の動画のね詳細に関しては、まあ、ちょっとその動画で見てほしいんだけど、結局スコーチダースマセンターも新マップに対して新しい何もないと、情報がねっていうのがやっぱ厳しいよねっていう、やばいよねえぐいよねっていうところなので、そこをねぜひねどうにかマップとかを出してひっくり返してまた応援されるようなゲームになってほしいかなとは思ったりしますね。俺もね結局アーク好きでずっとやってるだけなので、まあアークにはなくなってほしくないので、ぜひねマジ頑張ってほしいなというふうには感じますね。ちょっと今の状況だとやばすぎるけどね、はいっていうところでね、本日は結構最近海外の崩壊の呪しというか、結構もういろんなところであれがダメこれがダメみたいな感じでやらかしまくっているアーク運営になってるので、まあアークもね ASA もいいところはあるんだけど、それを打ち消すようなやばいことが起きすぎているっていうところで、ちょっとそろそろマジで頑張ってほしいっていう感じでですね、ぜひみんな の意見とか感想とかもコメントでくれると嬉しいです。俺はねマジで頑張ってほしいんだけど、いやでもさすがにそのいろんな言ってる人のこと、これやばいよねって言ってる人のことは普通に理解できるし、俺もそう思ってるから、ちょっとね
そろそろ一回ちょっとね、新マップのねスコーチダースが来るタイミングでまたね盛り上がれれば嬉しいなっていう感じで、今日はこの辺にしておきたいと思います。で、KTR ゲームではこんな感じですね、アークのいろんな動画ですね、ASE のこれから出しますので、皆さんぜひチャンネル登録と高評価で応援していただければ嬉しいです。俺の願いはただただ新しいマップを ASE の世界で遊びたいというだけなので、そろそろなんかマップ出してもよくないっていう風に思ってる今日この頃の試合でございます。はい、感じで本日もですねこの辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。